うん、なんかトラブル発生って書いてある。トラブル発生した。あ、じゃあ桃ちゃんはやるのかな。あ、勝利のありがとうで、うん、やろうと思ってる。あ、じゃあこのまんま、じゃあこのまんま桃ちゃんはこれ。あ、奈々ちゃん、リスナーさんどうもこんにちは。こんにちは。今からご飯、お疲れ様、ご飯食べに。あれ、私どこやったっけの、広角レンズね。勝者だか勝者。そう、勝った、よかったね。お兄さんも買って、お兄さんも買ったし、結構赤コーナー買ってる人多かったよ。そうだね、ナーボーも買ったし、4人5人ぐらい買ってたね。どこにやったっけね。もうちょっと広角レンズがどこか行ったの。あ、広角レンズが、あったちんやっちょに教えてもらった。私もこれいいって言われて、親方とか、うん、カテゴリーなしでやってるの、いつも。私いつもなし。子供じゃないでしょ。おめでとう、ありがとう。お疲れ様です。勝ってよかった。勝ってよかったね。いっぱい食べよう、食べて飲んでしょ、うん、ね、4キロ痩せたからね。4キロ痩せたから。意外とももちゃんが体重50、向こうと体重差5キロしかなかった、うん、身長が私の方が高い、うん、びっくり。私と30キロぐらい違ったもん。20キロか。めっちゃ食べるからじゃん。ももちゃんも食べるで。同じぐらい食べる。痩せないの最近。どうも、奈々ちゃんのリスナーさん、どうも。おもちゃんは、あれ、直樹兄さんは、兄さんは後で合流みたい。アレさん、アメタンさん、ギュータさん、サクマさん、ヒノチさん、ミルさん、フミナさん。お疲れ様、みんな。通知来た、ありがとう。じゃあみんな、ももちゃん枠で、はい、移動で。新宿、僕、その人と合流したくない。はい、困るな。地震心配だよね。ななちゃんってあれツイキャスからよね、ずっとね。ツイキャス、ツイキャス配信始めた。あ、デビューはニコ生。あ、ニコ生、え、そうでしょ。3回だけ放送したもん。ちょっと、はい、やめちゃった。やめちゃった。え、それいつの話。ニコ生それはだからツイキャスやる前、2年前とか4年前。あ、4年前、ツイキャス4年したんで。なんかこれ髪の毛が。トラですか、匂い。いやいや、コメントで私ね、ワキナじゃないのにワキナとかで。あ、無臭、赤ちゃんみたいに匂いする。私ワキナじゃないからね、勝手なこと言われて。ミルクみたい。勝手書いてるやついるけど。やだ。今早かった。早かった。何してない、してない、絶対臭いみたいな顔してない。してない、してない、してない。してない。してないよ。じゃあ、ステゴロお疲れ様です。おめでとうございます。勝利おめでとうございます。お疲れ様です。じゃあそっちも。お疲れ様です。お疲れ様です。もーちゃんも来年も出るのかな。あのね、やっぱりね、歌だけの本当はいい。歌です。あ、歌。昨日、なんていうの、やっぱりね。でも勝った以上は、多分挑戦受けなかった。なんか、太ったよね。10キロぐらい。やっぱり。もうあれがね。なんかね、すごい太ったな、ちゃん。配信してるとやっぱ太るよね、ももちゃんね。食べるからね、なんか食べたくなっちゃうよね。みんなが美味しそうとか言うかな。どんどん。いや、失礼、でも本当に。幸せ太りでいいんじゃないの。自信はこっち今東京なんで。私いつも大阪にいてるけど、負けたら。私はももちゃん勝つと思ってた。本当に絶対練習してるなと思ったから。なんとなく。え、負けすぎなの。ケンスケさんは、リナエコちゃん勝つと思ったでしょ。うん、ちゃんも結構負けすぎだよ。私も負けすぎだ。一緒だ。一緒よ。お茶まくん時ね、ねえ、ね、おー、キリさん頼む。あるよ、ナナちゃん、すごいメンツ、ナナちゃんもナナちゃんも。これレアだよ。レアレア。これ3人勝ちました。勝ちました。ありがとう。
車で、勝者車で、車で来た、お酒飲めないです、ちょっと車で来たんで、はい、お茶コーラじゃあ、ウーロン茶で、ウーロン茶一つお願いします、お出汁もお願いします、ほんと美味しいね、こっちの、あ、はい、いただきます、びっくりして、やってたの、いや、でも練習だって、でも実質練習したのほんと1ヶ月ぐらいで、1ヶ月練習して、で、7キロ落とした、なんか男の顔になってたもんね、兄さん、男の顔になったでしょ、オスの顔に、オスの顔に、いやだからでも本当に炭水化物ずっと食ってないんで、もうめちゃくちゃにお腹空いてるだろう、ね、あ、でも僕はダイエットしてたんだ、マジダイエットしてた、もう朝に顔変わったもんね、これ試合とか終わったら、試合になったら本当にいいね、ほんまに強いね、私でもほんまに強いタイプですね、すいません、この中入れとる、あ、大丈夫、下は塗る、いただきます。勝利の豚肉。豚肉。誕生日なんで、払わないでくださいね、お金。兄さん、いくつになったの？36です。見て、これ。36歳。36歳です。相手何歳だったんですか？誰か、かまえちゃん。かまえちゃん。見たい。かまえちゃん対、ふるさわななちゃん。マナミン、マナミンの方が出てる、マナミン強いよ、オラーってやるもん、たまにドラムこうやってやんだよ、もともとこれでドラム叩きながら、オラーこの間まで大切だったからね、うーん、だからドラム叩いてるから、次は私、セコンドがいいな、私は、あ、どうも、のりちゃん見てる、あ、見てる、あ、ありがとうね、実況適度な絡み方やったら、ね、やっぱりあの酢醤油さんとかもうそういうのはみんなあ可愛いみたいな感じで、酢醤油さん面白かったよね、ね、たまに桃奈々ちゃんのモノマネとかやるよ、あっあのね、これね、リスナーさんにもらったんだけどね、これね、可愛いでしょ、ね、これ、ね、犬の姉さん、なんだよこれ、ね、本当に、じゃ自分やってみろよ、本当に、なんなんだよ、本当に誰が一番うまいの、ももちゃんの、わかんないけど、おいしい味噌、ももちゃんも、すごくおいしい味噌、ももちゃん言ってくるの逆に、いや、私ダメでしょ、村野さんもいるし、モンジョリさんと、ナオキニさん、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとう。